やっほー、こんばんちゃん。こんばんは。今日シナモンロールの人初めて知った。でもコハも今日検索して知りました。お元気ですか？元気元気もりもり。今日も可愛いわ、優しい、ラブ。あ、ミスミーさん、わー、これ大好きなやつだ。あれセーラームーンの、勝手にセーラームーン、勝手にセーラームーンです。なんでシナモンロールの日なんやろ。え、なんか普通になんかスウェーデンでなんか砂糖となんか小麦粉を使うのをなんか増進させようみたいな、そういう感じらしい。ピアノの桃いつからついてるの？昨日から。でも今日の桃なんでミックスジュースの公園で言おうと思ってて、昨日は秘密にしてました。アンコールガール何話したの？ご飯の好きなキャラクターの話です。そのマスク何色？え、めっちゃこれ言われんねん。昨日もあの和田美優とみゆみゆと今日は若菜に言われてんけど、なんかこれなグレーやと思っててんけど、なんか青に見、水色かに見えるらしい。ご飯はこれグレーやと思って使ってたけど、みんなあの青に見えるって言われる。コハ的にはグレーやと思ってたけど、でもそう言われてみればなんか青かなって思ってきた。でもグレーには見えるよね。なんかコハ分からんくなってきた。前言ってたマスク、なんやろ、前言ってたやつなんやっけ。青に見えるし、コハブルベ、コハブルベの夏って言われた、なんか美容院で。2番目がイエベの春らしい。あ、トモさん、わあすげえ大量や。なんだこれ、セーラームーンのやつ、すげえ、めっちゃすごい。コナさん嬉しいだけ使ってくれてね。らしい、嬉しいだけ、それが嬉しいだけ。あ、化粧が取れにくいマスク、あ、そうそうそう、それ化粧が取れにくいやつ。あ、コハくんのアクリルちゃんもいただきました。いや、ラブ、わー、スペシャルスター、わー、ありがとう、スペシャルスターいっぱいだ。私も、一緒、スペシャルスター、これ。こんばんは。イエベかと思ったらブルベ夏だった。でもご飯もなんかもうマジでどっちかわからんくて、そう。でも美容院の診断みたいなのしたら、一番のやつがブルベの夏で、2番目がイエベの秋、春だったから、多分やから分からんくなってたんかなって思った。桃のオブジェでパワーアップしてますね。そうです、スタッフさんがつけてくれました。桃のね、桃もリアルモケモケがついてる。今日ワクチン2回目行ってきたわ、お疲れ。コハの友達も今日たまたまワクチン2回目やったらしくて、めっちゃあの LINE でマジで怖いねんけどみたいな、熱とかほんまに無理、今からお風呂入っとこうとかいう連絡が来た。ほんまに怖いからみたいな言ってました。今日でアピーチ好きなのみんなにも伝わってね。わーい、そう、桃担当だからね。なんか桃
桃担当なる前からアピーチ好きやったから運命。ブルベナツのセカンド言えば春ならパステル系が似合うんやなかったっけ。え、なんかそういうのなんか結局診断したもののなんかメイク道具とかは考えて使うようになったけど服とかがあんまし分からへん色。みんな教えて教えて。明日が恋ね。それはほんまに琥珀お疲れ、ありがとう。7期のキャンプ楽しみにしてるよね。琥珀も昨日知った、16日らしいから楽しみ。来週はいよいよ桃のかぶり物かぶって登場。それはやばい、それはやばい。もういろいろここつきすぎ。かーくんコスプレするの何かな。え、なんやろ、桃そう、なんかね、もしコハが TikTok するならどういう系にしたらいいんかなって思って迷ってます公園行けたよ、楽しかった、あ、会えた、ラブ熱出たら学校休めるし公園のアーカイブ見る予定16、ワイネーの見るフガとのツーショット楽しみにしてる、わーい。椎茸ちゃうんかい、ハロウィンや桃の仮装。え、今桃って言われたか、桃って言っちゃった。でも何も決めてない。よかった、赤ずきんやってほしい。ああ、赤ずきんってありやんな、わかる、どんなんか川田に会えるか知らんけど1年半ぶりに劇場に招待すると、おお、嬉しい時ですね。それはコハズキンちゃんさあ、ハロウィンみたいなの似合いそう、魔女とかデビルとか。コアもそんなんしよっかな。赤ずきんのカゴに桃たくさん入れていいかも。通信料の都合でショールーム抜けるね、今日も最高に可愛かった、後で感想ツイートするね。待ってる。サリーのコスプレいつですかそれは早川さんだけです。あ、でもディズニーのサリーのなんかコスプレって言ったらあるかもしれへんけど、ディズニーで買ったモコモコの着ぐるみみたいなのは持ってます。いつかじゃ あでもそれ着て配信したらあかんのか、ディズニーやから。だからまた今度写真で載っけます。でもめっちゃモコモコやから、暑いんで冬になったら載っけます、寒くなったら久しぶりの生コハタンやった。おー、見に来てくれて、なんかペンライトをね、水色と水色を振ってくれてる方いて嬉しかった。でもしかしたらレイコさんのファンの方かもしらんけど一緒だから色が。お疲れ様、リサカカワリちゃん今日も今日とって優秀やった、わー優しい、やったラブ初見です、7期の中でおしめんです、おーやった嬉しい、大好き。けんさんもみんなこんばんはなんだっけ、何グラ、ナンバーワングランプリのやつをまた考えないと、みんなと。ちょっとコハはいいの考えついたので、またそれの時はみんな聞いてください。早く直接コハタに会いたい。コハも会いたい、お話し会だけやから寂しいですね。次の話会ディズニー系やろ、あ、ありかも。ゆるキャラ早くお話し会欲しいね、欲しい。アンコールガール距離ありすぎて背筋か鍛えられたかもしれん夜勤行ってきます、わー頑張って、遠征できないのピエン。じゃあもうお話し会でまた会おうあのひよこみたいなやつちゃうの、どういうことどういうこと、
愛知県さん、こんばんは。進学先に引っ越したら飛行機できるから待っててね。どういうこと？飛行機？飛行機？飛行機で来てくれるの？どういうこと？コアは、ブブブブ、ね、お話し会楽しみ。ご飯も劇場でこうやったらナンコールガール見れて嬉しかったよ。わーい、ラブピースして、ピースピースしました。アキタンとダンスしよう。それはちょっともう気持ち悪い近畿代表なんで無理です。アキタンから気持ち悪い近畿代表っていう言葉が飛び交うので NG です。アキタン巻き込む未来しか見えない。みんなそれご飯投稿2日とかで終わっちゃうからあかんやん。あ、ヒデさんありがとう、ハート。今日のカラコンどこですか？今日はあれ、なんだっけ、バンビシリーズのアーモンドです。これはめちゃくちゃでかいです。めちゃくちゃでかいんです。お話し会までいっぱいネタ貯めたく、わー待ってる。気づいた、飽きたんで出てきそう。コアタン TikTok でシンプレ、シンプレって何？あれ、ディリリティ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 ルのやつ。合ってる。じゃあ金子たんで。嬉しい時、はじめまして、こんばんは。そう、どんなんがいいのかな。初見さん、まつげかわいい、嬉しい。なんか今日もね、全然自覚ないんですけど、メイクさんにまつげ伸びたって言われて嬉しかったです。でもコハは特にね、思ってない。コハくんの TikTok でニャンニャン猫待機。それ、ワカニャンやん。ニャンニャン猫、ニャンニャン猫猫。おすすめのコスメある？なんやろう、なんやろう、なんかありすぎる、どうしよう、ありすぎて難しい。クッションファンデ。なんか最近新しい、また詰め替えを買いました、好きすぎて。なんかイヴ・サンローランのやつ、でも高いからちょっと渋ってた買うの。でもやっぱお気に入りやから買っちゃいました。ピン、いっぱいありすぎてね、ちょっとまたその話もしたい。シルブプレジデント大統領のやつ。あ、わかった、合ってた、コハが思ってるので。お母さんのアイラインの描き方ほんと理想すぎて好き。やったTikTok1 投稿目アンコールガール、皆さんご機嫌ようなやつかな。あれ音源じゃなくて自分で音源作る。やば、それはおもろすぎ。そう、何にしよっかな、どんなんがいいんかな。なんかね、悩んでて、もしするなら、全然するとか決めてないんですけど、もしですよ、やったらって考えてて、でもなんか決まらなくて。そうで、和田みゆみゆに聞いたら、コスプレ系はいいんちゃうって言われたんですけど、でもなんか何がいいかなって思ってます。簡単なあの歌耳に残る。おー、みんな耳残していってください。次のお話かいつなるんだろうね。いつ麻雀してますか？麻雀たまにしてます、秘密で。1回か2回でやめちゃう時あるので秘密でやってます。コスプレの候補あるの？今までお話し会でしたやつ。特に何もない。
母さん体調大丈夫そうですか？え、元気。元気マン。イエイイエイ。じゃあそろそろランキング読みますね。13位、ラッパンさん、ありがとうございます。12位、トゥメルさん、ありがとうございます。11位、タカさん、ありがとうございます。10位、ラミヒーさん、ありがとうございます。ラミヒーさん、ありがとうございます。9位、ヒデアット小春ビアリさん、ありがとうございます。8位、エリナさん、ありがとうございます。7位、ユーアットエイトモゼロ三組さん、ありがとうございます。6位、マコタットカワウスダンスさん、ありがとうございます。5位はナーさん、ありがとうございます。4位はビオさん、ありがとうございます。で、3位はトモさん、ありがとうございます。そして2位はミスミンさん、ありがとうございます。そして1位はあゆさん、ありがとうございます。さっきもこれ見えたよ、このセーラームーンのやつ。ありがとう、いっぱい、みんな早く会いたいです。ラブ今日も見てくれてありがとうございます。あのショールームのフォローとツイッターとかもフォローして見に来てください。みんな遊びに来てくれていっぱい、キラキラ星とかありがとう。またね。おやすみじゃないか。バイバーイ